では今日の授業に入りたいと思います。前回から計算量の説明を始めておりましたので、今日はその計算量を実際に測る表し方として、その全近期法ですね、この授業のテキストで最初にあった部分で飛ばしていたんですけれども、その辺から始めたいと思います。テキストの方は9ページ、セクション 1.2 を開いてください。で、今述べましたように、その計算量を表す際には、その全近的なそのアルゴリズムの振る舞いを調べて、で全近期法で表すというのが、今の計算機学では基本になっております。で、まず最初に、その計算量をですね、どのようにこう表すかというと、まずある写像を使って表すわけです。T という写像なんですけれども、0以上の自然数から皮膚の実数への写像をとして定義します。で、その弦ですね、N に対して TN という、 こう形で表すんですけれども、この N としては何を取るかといいますと、その今、アルゴリズムには、大体そうですね、計算量を測る場合には、そのアルゴリズムに何らかの入力があるものと仮定しますので、その入力データのこうサイズを N とします。で、このサイズというのがいかなるものかというものなんですが、これは、アルゴリズムによって、いろいろ異なってくるわけですけれども、例えば、入力されるものが数だったり、整数だったりするならば、その数の桁数ですとか、それから、今我々が扱っている計算機数学のアルゴリズムの計算量ですと、その、ワード単位で、こう、計算の複雑さを測りますと言っていますので、そのワード数ですとか、あるいはその多項式を対象とするアルゴリズムでしたら、多項式の次数といったものがこの入力データのサイズとなります。で、それはその時々によって、こう、自分たちが解析したいそのアルゴリズム対象のパラメータとして、最適と思われるものを選ぶわけです。一つは数の桁数ですとか、あとはワード数ですとか、多項式の次数などといったようなものをこうサイズとして選んで、で、それぞれのサイズに対して、このそのアルゴリズムの計算量、複雑さが、どのぐらい全近的に大きくなるかというものを調べるということです。で、例としまして、ある Fn という関数を考えましょう。あるアルゴリズムの計算量をこう Fn と表したものとします。で、
この際の N は、今我々が扱っていますその多倍長の整数のワード数としましょう。でまあ、FN の他にもこうアルゴリズムに応じてこの計算量がある関数で定まるものとしますけれども、仮に今ですね、そのある目的とする計算がありまして、でその計算に対してアルゴリズム A と B という、こう2種類のアルゴリズムを考えることにします。でアルゴリズム A の計算量は、例えば、の計算量ですね、すみません。の計算量。まあ、これを FN としまして、FN が、まあ、例えば AN としましょう。この A は、まあ、定数。としまして、Z か、今 Z ですね。で、それから、アルゴリズム B の計算量が、まあ、BN2 乗だったとします。A と B はどちらも正の整数で定数を表しています。で、まあ、こういうそのアルゴリズム A と B でその計算量を測ったらとか見積もったらこういう関数になりましたというときに、じゃあどちらのアルゴリズムがより速いでしょうかということをこの2個の関数で比べるわけですね。で、ここから分かるのは、その皆さんもうすでにこういった1次関数や2次関数の付き合いが長いでしょうから、こうすぐに分かると思いますけれども、この n をですね、どんどん大きくしていったときに、じゃあこの fn と gn はどっちがいずれ大きくなるかということを考えれば、全近的にはこの gn の方がいずれは大きくなるということがすぐに分かるんじゃないかと思います。仮にこの A と B の定数がですね、こう非常に差があったとしても、仮にこの A の定数の方が非常に B よりも大きかったとしても、まあ、こちら GN の方が N2 乗に比例しますので、いずれはこの N をどんどん大きくしていけば GN が FN を追い抜くということは分かるわけですね。で、そういった観点から、ここまでの話ですと、GM が、まあ、いずれは FN を追い抜くと。で、まあ、そういったことからですね、その全近的な計算量としては、この FN、すなわちアルゴリズム A の計算量の方が、全近的にはアルゴリズム B の方の計算量よりもより小さいという言い方をします。まあ、逆でもいいです。もちろん、全近的にアルゴリズム B の計算量の方がアルゴリズム A の計算量よりもより大きいという言い方をします。というような形で、その全近的な
その計算量の関数の振る舞いを見ることで、そのどちらのアルゴリズムの方がその計算量でより有利かということをこう見積もるというのが、その現在の計算機科学で の計算量の比較の一般的な方法です。もし見えないところだったら言ってください。大丈夫でしょうか。で、今はこのアルゴリズムの計算量のを表す関数の例として、a2 とか bn2 乗といった多項式を出しましたけれども、アルゴリズムによって、計算量によっては、それ以外の関数が登場する場合がありまして、例えば、L に関して指数関数であったりとか、あるいは対数関数であったりとか、そういったその計算量を持つようなアルゴリズムもあり得ます。ですので、そういうですね、個々の関数の間で、こう、全近的な振る舞いを比較する、もしくは調べるということになります。ここまでいいですか。で、それでは次に、じゃあその計算量のその具体的な記法をですね、見ていきたいと思います。で、計算量を比較する上で、その今まで述べましたように、その全近的な振る舞いをこう見ていくということになりますと、その計算量を表す関数の細かい部分まで、こう毎回必ず見ていかなければならないとは限らないわけですね。その全近的な振る舞いのみを大雑把にこう見れば、比較すればよいという場合もよくあります。で、そこで、その使われますのが、皆さんもその微積分以来でこう使っていると思いますけれども、その全近記法がいくつかありますので、それらを使うということになります。で、ただし、これまでやってきた微積分では、ラージ O とスモール O といったこう全近記法が中心だったと思いますけれども、計算機科学の方では、ラジオ、スモールももちろんあるんですが、それ以外にも何種類か異なる全近記法がありますので、そちらも含めて紹介しておきます。で、一応テキストには9ページの定義 1.1 というところに全近記法がありますが、これから大体それに沿って紹介していきますけれども、一応僕の板書とですね、そのテキストの記法と、現れる順番が若干異なる場合がありますので、注意してください。まず一応テキストに沿って定義 1.1 というふうにしておきます。で、この定義では FN と GN という関数が出てきますけれども、これらは自然数から実数への関数ということにしておきます。で、まず最初に定義しますのが、
ラジオノーテーションと呼ばれるもので、これは全近的上階とも呼ばれるものです。で、ここでは、GN が O、ラジオの FN に等しいという言葉を定義するんですけれども、まず一つ、ここで注意しておきたいのですが、この定義の仕方は、よくテキストと見比べますと、テキストの定義の定義式とは若干異なっている部分があります。どこが異なっているかというと、テキストの方は、例えばラジオの FN っていうのを、その関数の集合としてこう定義してるんですね。で、それに対して、この定義ですと、その GN とラジオの FN が等しいというような書き方になっていて、そこは基本は若干、異なりますけれども、テキストのこの9ページの下から2行目を読んでもらいますと分かるように、実はこの両者というのは、この板書の記法と、この教科書、テキストでの記法は実質同じものを表していて、しかも現実的には、こちらの板書のように、例えば、この GN っていうのが、本来はこのをラジオの FN に属するというふうな書き方をするんですけれども、実際には GN がこのラジオの FN に等しいという書き方をするという場合が多いとなっておりますので、ですので、テキストとこれからの板書で、ここの書き方が若干異なりますが、意味は同じものを表していますので、そこに注意してください。で、この定義ですね、この GN がラジオの FN に等しいということの定義なんですが、これは、ある正の C が存在して、それから、ある N0 ですね、これも正の N0 が存在して、N が N0 以上ならば、GN が FN の C 倍で上から抑えられるという定義です。ですので、テキストとは書き方が若干異なりますけれども、意味としては同じですね。で、このラジオノーテーションは皆さんお気づきになっていると思いますけれども、数学、微積分でやってきたラジオと同じものです。で、注意してください。じゃあ次ですね、こんな感じで続けていきますけれども、次にスモール O の方を定義します。で、スモール O の方も同じように定義するんですけれども、GN がスモール O の FN に等しいというのは、任意の皮膚の C とに対して、ある正の N0 が存在して、
n が n0 以上ならば、g は gn は c 倍の f で上から押さえられるというのが、まあ、スモール O のノーテーションで、でこれは、同値な表現として、極限のリミットを使って表しますと、fn 分の gn がこう n をどんどん大きくしていくにしたがって、まあ、どんどん小さくなると。そういうことを表しています。ですので、これも微積分などでやりましたスモール O のノーテーションと同じ定義です。で次に3番目に書きますのが、オメガノーテーションと呼ばれるもので、でこれは全近的加解とも呼ばれます。でこれは、gn がオメガオブ fn に等しいというのが、ある正の c が存在して、ある指定の n0 が存在して、まあ、n が n0 以上のときに、この gn が c 倍の fn に下から抑えられると。いうものでして、これが全切り加解の定義です。で、先ほど見ましたその1番目のラージ O とちょうど 逆の定義というか、ラージ O はこう GN を上から抑える、FN が上から抑えるっていう定義だったんですけれども、こちらのオメガの方は逆に GN を FN で下から抑えると、そういう定義になっています。で4番目に出しますのが、シータと呼ばれるノーテーションで、この字は、シータの、ギリシャ文字の大文字ですね。で、これも定義を書いていきますと、gn が θ の fn に等しいとは、ある正の c1 が存在して、ある正の c2 が存在して、ある正の n0 が存在して、で、何が成り立つかというと、n が n0 以上ならば、
このように GN が、下からは FN の C1 倍、それから上からは FN の C2 倍で、まあ、同時に抑えられると。ですので、ラージオとラージオメガが同時になり合っているわけですね。その計算量が上と下から同時に抑えられているというのを、このシータノーテーションで表します。で最後に、スモールオメガノーテーションを紹介しますけれども、ここでは GN がスモールオメガの FN に等しいとは、次の NP にします。任意の比符の C に対して、ある正の M0 が存在して、まあ、N が M0 以上ならば、GN は FN の C 倍で下から抑えられると。まあ、それ以上に大きくなるということですね。で、まあ、その同値な表現として、そのリミットの基本を使って表しますと、まあ、こういうことを言っておりまして、その GN は FN よりもずっと早く発散するということを表すのがこのスモールオメガノーテーションです。ここまで質問がありますでしょうか。一応、まあ、計算機科学でよく使われるその計算量の全近機構として、まあ、以上の5種類がありますので紹介しましたけれども、まあ、実際によく使うのは、まあ、丸1番のラージオとかですね、それから丸4番のシータが中心になるかと思います。ですので、まあ、今後アルゴリズムの各アルゴリズムで実際に計算量をこう見積もる場合には、まあ、このラージオとかラージシータがよく、まあ、中心に使われまして、他のものは、まあ、必要に応じて登場するかもしれませんけれども、まあ、授業では扱わない場合もあるということをご了承ください。ということで、一応その計算量の全近機構の説明を一通り行いましたので、今度はこれを踏まえて、前回説明しましたその多倍調整数の加算のアルゴリズムの計算量を実際に見積もっていきたいと思います。
で、この我々が今使っているアルゴリズムの計算量を調べる際に、その先ほどその関数として fn とか gn を使います。で、n としてその入力されるもののサイズを表しますということを言ったんですけれども、その今回 n として何を使っているかっていうと、今我々の状況では、その計算量はそのワード単位ですね、各ワードごとの指則演算の階層単位としてこう計算の複雑さを数えるということにしておりましたので、一応確認しておきたいと思います。で、現実のコンピューターではですね、厳密に言うと指則演算の中でも、例えば加減算よりも乗除算の方が若干計算コストはかかる場合があります。で、これは、まあ、皆さんの中にさすがにこう CPU を実際に組んだ、作ったりした人はまだいないかと思いますけれども、まあ、それに近いようなことを勉強した経験のある人ならわかるかもしれませんが、まあ一般にはその乗除算の方が手間がかかることは皆さんも推測できると思いますけれども、一応ここの計算量の見積もりの際に際しては、あまりそこまで細かくこう区別すると、その見積もりが複雑になりますので、一応ワード単位の指則演算は加減乗除どれもコストは同じという仮定のもと、その計算量の見積もりを進めます。でそこで、じゃあもう一度ですね、その多倍調整数の加算のアルゴリズムをこう書き出しますので、一応皆さんは各自こうノートやテキストで確認してみてください。細かいこう書き方は省略して、実際の計算のステップのみ、今ではこの板書に書き出します。まず最初に変数の代入がありまして、次にフォア文でこうループがあったんですけれども、でそこで、このループの中で、こうワード単位の加算をやっておりました。で、まあ、最後に結果となる多倍調数を介して、まあ、アルゴリズムは終了するということだったわけです。で、まあ、これが一応その多倍調整数の加算のアルゴリズムの各計算ステップなわけですけれども、まあ、これをですね、上のステップから、じゃあ実際にその今回見積もる計算量としてはどのぐらいのものになるかということを見ていきます。で、まず、最初の第一ステップですけれども、これは代入分ですので、代入に関するコストは、まあ、今回は無視することにします。で次に、括弧2のところで、for
ということで、こうループが定義されておりますので、じゃあこれループが何回行われているかっていうのをこう確認しますと、この変数 i の値が、まあ、0から k-1 まで変化する分だけループを繰り返しなさいっていうことですので、まあ、合計でこの i に代入される数の個数っていうのは k 種類、k 個のものですね。0から k-1 まで。ですので、ここでそのループが k 回、つまりこの中の計算が k 回繰り返されるということに注意しましょう。で、次にそれぞれのループの中でその指則演算、ワード単位の指則演算が何が何回行われているかということをこう見ていきますと、基本的にはこの1行なんですけれども、ここにありますように、加算が2回行われていることが分かります。とこの行で加算2回。まあ、このアルゴリズムの場合には、ここの加算2回というのが本質的な部分で、で、次のステップ3のところでは、これはでこう、このような形で新しい多倍長数のデータを作って、で、元のプログラムに返すという操作を行っていますので、まあ、この部分は今回の計算量の見積もりから無視、見積もりにおいては無視するということにします。以上からですね、このアルゴリズム全体で、そのワードの単位の加減乗除が何回行われているかっていうのをこう見るわけですね。で、そうしますと、ループ形態の中にこう加算を2回ずつ行ってますので、全体でその演算の回数っていうのは、加算が2形回行われていることになります。よって、このアルゴリズムの計算量はですね、一体どうなるでしょうか。結局これは 2K になるんですけれども、まあ、先ほどの前近表記を使いますと、まあ、オーダーの K、もしくはまあ下からも押さえて、まあ、シータの K というふうになります。で、前近表記に直す場合には、大抵このように、その定数部分はこう省略して、こう表すことになります。で、また、ここがですね、この計算、実際の計算量がこう多項式になって、こういくつか複数の項があった場合には、全近的に最もその関数に大きな影響を持つ項だけがこう残るわけですね。ですので、例えば、今はこれ、K、2K っていう K の一次式で、しかも、まあ、計1個しか項がないですから、定数が省略されただけですけれども、これに仮に例えば 2K プラス3のようにこう定数が加わっている場合でも、全近表記にすると、まあ、定数の部分を省略して、まあ、オーダーオブ K というふうに表すわけです。まあ、この辺は微積分の全近的な解析と一緒ですので、確認しておいてください。
で、このことから何がわかるかというと、この多倍調整数の加算の計算量なんですけれども、この K というのは今何だったかっていうと、与えられたその多倍調数のワードの長さだったわけですね。ということは、この多倍調数の加算のアルゴリズムの計算量というのは、与えられる多倍調数の長さ、ワード長にこう比例するということが、この見積もりから読み取れるということに注意してください。このようにして、そのアルゴリズムの計算量の見積もりを行います。もう一度今のところ書いておきますね。ということで、もう一度述べますと、その多倍調数の加算の計算量は、まあ、与えられた多倍調数の長さ、ワード長 K に比例するというのが、まあ、この計算量から読み取れることです。ここまで大体いいでしょうか。で、ここまではその符号なしの多倍調整数のこう加算について扱って見てきたんですけれども、次の多項式に入る前に、その符号付きの多倍調整数に関して若干説明がありますので補足しておきます。テキストですと15ページの下から2行目からですね、それから16ページの上半分にあたりますので、そちらを見てください。一応ここでは符号付きの多倍調整数について説明がありますが、テキストの中で本文ではとりあえずその表現だけについて言及されております。で、まあ、一つは、まあ、絶対値と、あと符号を使って表すという表現 で、もう一つはその2の歩数を用いた表現ということで、一応2の歩数を用いた表現の方がより一般性があると思いますので、それについて少し触れておきます。で、この2の歩数を用いた符号付きの多倍調数の表現の際には、符号なしの時と同様、そうですね、ここではその K 個のワードを使ってある数を表すことにします。
で、ただし、その今回、その今までやってきた符号なしの整数の表現と異なる点は、そのこのワードのどこかに、その符号に関する情報を、まあ、入れておく必要があるということですね。それでどうするかっていうと、この最上位ワード、この場合ですと A の K マイナス1なんですけれども、この A マイナス、A の K マイナス1の最上位ビットの符号を、そこには符号を表すということにします。この A の K-1 っていうワードの各桁をこう M0、M1 というふうに表しますけれども、でこうしていきますと、一番上の桁がまあ M の K-2、M の K-1 というふうになります。で、それぞれの桁ですね、この下位の桁は順番にこれ2の0乗2の1乗というふうにいきまして、で K-2 桁目は2の K-2 乗の係数を表すんですが、N だ、ごめんなさい、2の N、 N マイナスですね、すいません、1ワードを N ビットとしてますので2の N マイナス2乗として表すんですが、この最上位の n-1 桁目だけここにマイナスをつけて2の n-1 乗というふうに表します。でこれによってこの A の K-1 乗の実際の表現は、まあ、これがその解の下の MN-2 桁までの部分ですね。それと、まあ、上位はマイナス1倍することによって2の歩数を使って表すということになります。そうしますと、この最上位のワード A の K-1 が表す数値の範囲というのが、マイナス2の n マイナス1乗から、2の n マイナス1乗マイナス1までの範囲というふうになります。で、先ほどちょっと書き忘れたんですけれども、このですね、多倍長数全体の表現として、これ V。
というのがあって、これが まあこういった形でその各 A の i がその2の ni n 2の ni 不調の桁を表しているわけですけれども、まあ、その中で、まあ、一番上 の, そのワードですね、最上位のワード k-1 ワード目をこのような2の歩数で表すことによって、その v 全体としては、表せる一番小さい数がマイナス2の nk マイナス1乗ですね。で、一番大きい数の方は2の nk マイナス1乗マイナス1という範囲でこの多倍調数で表現することになります。そうですね、まあちょっと若干この表現が複雑な部分はあると思いますが、まあちょっとこれは各自で後で確認しておいてください。で、それから、じゃあ、その符号付きの多倍調数を使った場合の、その、引き算ですね、減算のアルゴリズムをどうするか、どう作りますかっていうのが、テキストの16ページの、問題 2.7 というところに、与えられています。で、これはですね、ちょっとやってみますと、あまりちょっと単純ではなくて、若干こう考える必要があるんですけれども、まあ、なぜかというと、その問題の設定では、引き算は単精度の数の引き算のが備えられていると。で、一方で、今、その多倍調数の表現としては、その2の歩数を使って多倍調数のを表すということになっております。で、そのテキストの問題にあります、その単精度の数の引き算の仕組みを見ますと、その与えられた単精度のワードを全部使ってこう引き算を行うと。で、こう、桁下がりがあったときに、まあ、その情報を補助演算装置にこう書き出すというような機構を取っているわけです。で、それを使ってこの多倍調数の引き算をこうしようと思ったときに、最上位の、ワードですね、最上位のワード以外についてはこの単精度の引き算の機構をそのまま使ってこう順々に計算していけば済むんですけれども、最上位のワードに関してだけは今これ2の歩数表示をしていますので、その最上位のビットの情報の扱い方が若干その単精度の数とは異なるわけですね。で、そこをうまく調整するといいますか、どのようにこう辻褄が合っているかということをきちんと調べてアルゴリズムを作る必要があると思いますので、その辺こう注意してやってみてください。で、まあ、ちょっと時間の都合でこの授業では直接は扱いませんけれども、もし皆さんから質問などがありましたら、順次答えたいと思います。で、ここまで何か質問などありますでしょうか。はい。それでは、次にですね、セクション 2.2 の多項式の表現に進みたいと思います。
テキストは16ページの下半分です。でまず 2.2.1 として多項式の表現と加算というところから入ります。でまずはそのこれから使ういろいろな記法を順に追って定義していきますけれども、まず R を区間間とします。それから R に大括弧こうつけて、まあ、x, y, 点点点 z というふうに、こう、まあ、有限個の変数をつけて、大括弧でくくったものを、まあ、これも同じ目だと思いますけれども、まあ、変数 x, y, 点点点 z を持つ、R 上の多項式全体を表します。でまあ、一応テキストにちょろちょろっと書いてますけれども、この多項式全体に対してはまあ自然に加減乗算を定義できて、でまたそれは区間間をなすということが書かれております。まあ、この辺はこう、まあ、2年生の代数でも出てきたことだと思いますけれども、各自確認しておいてください。でまあ、一般にはこの多変数の多項式間を想定するわけですけれども、当面は変数を x1 変数としまして、それから係数は整数間ということにします。ですので、まあ、当面はその1変数の整形数の多項式間を考えます。でまず最初にその多項式に関するいくつかの言葉の定義をします。
一応見出しがいろいろありますけれども、まあ、主項とかそれから主係数、それから次数、それからモニックという言葉が出てきます。まず、まあ、AX を、まあ、整形数の多項式とします。でこの時この AN の係数は0でないというところに注意してください。で、ここで次の言葉を定義するんですけれども、まず、まあ、AN×XN 乗というのを、まあ、AX の主項。ザ・リーディングタームと言いますけれども、これを、まあ、LT の AX というふうに表します。で、まあ、その係数ですね、その係数 AN っていうのを、まあ、AX の主係数と言います。で、これを、まあ、LC の AX というふうに書きます。で、それから N を、まあ、AX の次数と言いまして、で、これを、デグ AX というふうに書きます。で、最後に、まあ、AX がモニックであるというのは、A の主係数が1であることを言います。で、予習してきた人は気づいたかもしれませんけれども、若干テキストと言葉の使い方が異なっておりまして、テキストですと AX の主項が等項となっていたり、あるいは主係数が等係数となっていたりしますけれども、計算代数の方では、一応僕が知る限りでは、日本ではこの主項とか主係数といった言葉の方が一般的に用いられていて、で等項等係数はまたちょっと別の意味の時に用いられるということが多いようですので、それは酒井先生にも確認して了承を得ておりますので、今はこの授業ではこの言葉を使います。で、注意してください。まあ一応皆さんが試験などで等項とか等係数と書いても必ずしも間違いではないので、×にしたりはしませんけれども、まあ、一応、僕の説明ではこの主項とか主係数という言葉の使い方にしておきます。
それからあともう一つですね、一変数多項式の表現についてここで触れておきます。先ほどと同様に AX のことをこう書き表しますけれども、今回はその多項式を計算機上でどのようなデータを表現するかということについて、まあ、深入りはしませんけれども、一般的にはその各係数の情報があって、それがそのどの係数が何時のどの数が何時の項の係数になっているかという情報がまあ分かればいいわけですよね。そうしますと今扱う多項式をまあ一変数多項式に限定するならば、その係数っていうのは、こう、ある規則によって、こう、ある規則に従って並べておけば、大体そのどの数が何時の係数を表すってのは分かるはずです。で、仮に今、この N 次の多項式を扱っていくっていうのが分かっているならば、この係数を、この場合は、小べきの順ですね。ちょっと、上の表記とは逆ですけれども、定数項から順番に、こう、並べていくと。いう決まりにすれば、その計算機上にこう多項式の係数を格納したときに、まあ、どの数が何時の係数に相当するかということがこう分かるようになるわけです。ですので、まあ、その理由には、その実装の仕方によっていろいろ異なってくるかと思いますけれども、一応今回の授業では、この一変数の多項式、N 次多項式の係数は、まあ、定数項から順番にこう並べて計算機に格納するということにしたいと思います。まあ、ちなみに皆さん昨年の計算研修でマセマティカなんかを使ったかと思いますけれども、このマセマティカにおいてもこの多項式をですね、どのような形で、どのようなデータとして、こう計算機上に格納しておくかということはきちっと決まっておりまして、それはまたいろいろなシステムによっても異なっておりますし、あと、その計算、そういう数式処理システムを設計する上では、こういった多項式といったような基本的なデータをどのような形で、こう計算機上に格納するかっていうのは、まあ、その性能を決める上でも非常に重要な問題でもあります。ということで今日は大体時間になりましたので、今日はこの多項式の表現というところぐらいにしまして、で次回はこの一変数多項式の加算のアルゴリズムと、まあ、その計算量などから見ていきたいと思います。今日のここまで何か質問などありますでしょうか。それでは今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。Thank you.